こんばんは、いらっしゃい。はい、福本さんいらっしゃい。1個目ですね、1番です。ちょっと皆さんが来るまでちょっと待ちましょう。中地さんね、これ名前をちょっとこう変え、なんかこうひっくり返しにしたとかそんなのはないですね。こんばんは、最初のコメントでよろしくお願いします。はい、これはね、パークニングの昨日の続きなんですね、今日はね。それで監視音ということで、今日は今ちょっとね、パークニング先生の22ページかな、22ページの監視音をちょっと弾いたんですけど、これも非常に綺麗な曲ですね。まあ、これはだから次回の予習という感じでやってもらったらいいなと思ってますけどね。Thank you.
さあ今日どうでしょうかね、皆さん来るかな。しばらくもうちょっとなんか演奏しましょうか。演奏した後で今日のレクチャーに入りましょう。何を演奏しようかな。はい、中村さんいらっしゃい。あ、昨日聞けなかった。昨日はちょっと遅かったからね。いつも火曜日だったでしょ。いつも火曜日だったから別に決めたわけではないんですけどね。練習マーグッドイブニング Thank you for coming as always。この曲なんかもね、割と初心者が一番最初に手掛ける曲ですけど、とてもいい曲ですよ。勝手に決めすぎたかな。いえいえまあ録画で残るので、録画で残りますからね。あ、ゆいさんいらっしゃい。はい、こんばんは。昨日聞きませんでした。今日も寝落ちしてしまうかもしれない。今日は少し早いけど、まあでももう遅いからね、11時だからね。仕事に差し支えがあったら良くないので、眠たかったら眠ってください。はい、中島さんいらっしゃい。中島さん、
これもいい曲でしょ。これは先ほどのね、船歌と同じ作曲家コストの曲なんですけどね。コストって知ってますかね、皆さんね。同じ作曲家ですけど、こちらの方がちょっと難しいね。でもまあ大体ギターの教則には必ずこれが最後のあたり前に曲集としてついてますよね。あとアデリータとかラゴリマ。はい、こんばんは、おもちパンダさん。はい、昨日に引き続きね、いい曲でしょ、うん。昨日に引き続き今日はもうハーモニクスのことで、今日はね、おまけと言ったらおかしいんですけども、はい、カリアさんいらっしゃい、こちらこそよろしくお願いします。僕が作った教材を2曲挙げてます。1曲はまあ曲と、1つは曲と言えるほどではないんですけど、ハーモニクスのチャイムね、チャイムを挙げました。ですね、一応楽譜はアップロードしておりますので、それを見てください。これですね、これをアップロードしておりますので、そう、コストのエチュードね。僕はね、コストは好きですね。相性がいいのかもしれない。もっともっとたくさんコストも演奏したいんですけどね。これ分かります、皆さん。これね、チャイムね、これちょっと演奏してみましょう。これダウンロードしてくださいね。 This is my teaching study, so please download my sheet music and tab note. どういうふうになるかというと、ここちょっと僕間違えてますね。ここでいいですね。こうだね。もう一回ちょっと弾くと、こんな感じになるんですよ。これだと皆さん、ハーモニクスの練習にちょうどいいんじゃないかと思うんですよね。どうですかね。パークリン先生の教則本の中の、ハーモニクスの曲も非常に綺麗だと思いますけど、あまり馴染みがないでしょ。それでね、もう一曲、ハーモニクスを使ったね、蛍の光が、他に、ごめんなさい、蛍の光ですね。はい、翔子さんいらっしゃい。蛍の光も、ハーモニクス全部できるんですね。ハーモニクスでね。ただね、一箇所、4弦の3フレットがあるんですね。はい、早いですね。大城さんいらっしゃい。何箇所かですね、4弦の3フレットが出ますので、これ最初にコツ言っておきます。3フレットのフレットよりも少しだけこちら側です。これ出せれたら、まあね、かなりハーモニクスのテクニックあるということです。ナチュラルハーモニクスですね。ここがしっかり なれば、あとは7と12だけですから。はい、いらっしゃい、山田さん。サティのピアノ曲、ジム程度は作曲者なので申し訳ないですが、あまりにも思い入れが強くて、もっと。
パークニーさんのジムのペティは電子音楽のような無機質があっていいと思います。パークニーのジムペティは僕は知らないんですけどね、演奏したのはね。まあ、今日は、山田さんね、今日はハーモニクスのことです。ちょっとそちらの方にちょっとね、ちょっと焦点をそちらの方に持っていきますよ。で、ハーモニクスちょっと弾いてみましょう。皆さんね、これチャレンジしてみてください。これね、ちょっと楽譜の方を見せましょうかね。上の方かな、ちょっと全部入るかどうか。これね、ぜひチャレンジしてみてください。 Please try this tune。 こういう感じになるんですね。 Thanks you music greeting for Chile Buenvenido Encantado de venir Esa no, no importancia Escribe en español Nice to meet youPlease try this tune. This is my arrangement to learn natural harmonics. もう一回ちょっと弾いてみますね。Let's try again. ちょっと見ててくださいね。でね、使う指はもう何の指でも構わないです。You can choose any finger.ここですね。こんな感じになるんですけどね。はい、上田さん、安彦さん、いらっしゃい。参加できてよかったですね。今日は、ナチュラルハーモニクス、パークニングの教則本の21ページと21ページにまたがるところですけれど、ハーモニクスの昨日もね、ハーモニクスのそう、3フレットのハーモニクス、これはね、非常に出にくいですけどね、3フレットの真上よりは少しだけ、だいたいですね、1ミリぐらいこちらなんですね、
右寄りなんですね。5フレットも出ますし、4フレットも出ますし、3フレットも出るということですね。ちょっと、エコーのけますね。エコーを入れてましたので、ちょっとエコーのけました。昨日ね、I made a YouTube class yesterday. 昨日ちょっとね、このページのことは講義したんですけど、今日はもう一回やりましょうということで、ハーモニクスのことね、もう一回同じことを言いましょう。Now I'm going to say the same things.Of yesterday, again. 学プリントアウトしましたね。やってみてください。はい、としさんいらっしゃい。今日コメント入れてもらってましたね。今夜も配信ですか。よろしくお願いします。幸福の効果もハーモニクスあります。ハーモニクスは非常に重要なギターのテクニックですからね。習得してください。ミュウさんいらっしゃい。こんばんは。蛍の光素敵ですね。ハーモニクス全く分かりませんが弾きたいです。めんどくさいですけどね、ハーモニクスでこれ習得するのは非常に面倒なことなんですけど、でも頑張ってやってみてください。やっぱりね、これがギター習得の鍵ですね。なぜかというと、ギターというのは精密機械みたいなもので、非常に細かい作業がいるんですね。で、それを習得するにはやっぱり時間がかかるということです。はい、ラインシャープさんいらっしゃい。それを習得するには時間がかかるけれども、でも頑張れば、誰でもできる世界ですよ。私ね、あえてね、クラシックギターはこう言っておきたいと思うんですね。非常にまあ真面目な世界なんです、クラシックギターの世界っていうのは。で、こういう何て言うかな、その正統派の音楽っていうのはきちっとね、真面目に、取り掛かれば必ずものになる世界なんです。で、それと比べてですね、いわゆるそのポップ系の音楽ですよね、ジャズから始まってボサノバがあって、歌謡曲もあって、ニューミュージックがあって、かっこいい世界っていうんですね。僕からするとかっこいい世界なんですけど、これはね、やっぱりその人のセンスの問題があって、まあほとんどの人がそちらの世界に行っちゃうんだけども、そっちの方がかっこいいしね、なんかできそうな気が してそちらに行ってしまうんだけど、これはね、やっぱり非常に厳しい世界なんです。逆に言うと、だから逆に言うとクラシックの世界の方が敷居は高くて厳しそうなんだけど、でも頑張れば誰でもできる世界なんですよ。まあ僕はこういう線引きをしたいと思うんですね。だから巷に溢れてる、僕はね、結構ポップ系の音楽も好きなので、ブルースとかね、そういうのも聞くんですけどね、やってみたいなとも思いますけど、世界はやはりそのセンスの問題があるんですね。それに対してクラシックギターの世界はきちっとやれば誰でもできる世界だと私は思っていますので、どうぞ皆さんね、ついてきてほしいですね。バイオリンのハーモニクスは音を伸ばせますが、ギターのハーモニクスは短くて儚い命ですね。そうですね。ギターは音の余韻が短いんですね。で、それがいいんですよ。いつまでもその余韻が残ってないのが僕はギターのいいところだと思ってて。わびさびの世界なんですね、ギターはね。
やっていました。チャームでハーモニクス、楽しいですね。楽しいでしょう。ミヤ B さん、私のチャンネルって伝説ですよね。学の無料し前代未聞です私はね、もちろんお金が嫌いなわけではないので、お金は嫌いなわけではないですよ。だけどこんなに商売下手な人間はいないんじゃないかと思います。というか、その術を持ってないし、それにエネルギーを費やしたくないんですね。要するにお金儲けにエネルギーを費やしたくないっていうのがあって、だから私はもう皆さんに無料で提供してます。 Weather on the third flat, it is slightly above the threshold. I can't understand threshold. Yeah, Renshi Mark, I advise you. I'm going to advise you. No, just above on the third fret. One millimeter, light to the flat. Understand me? No, just on the flat. A little 1 millimeter light. This is my advice. サイコさんいらっしゃい。このね、練習マークさんに、まあちょっとサードフレットのちょうど真上ですかっていうふうに聞いたんですけど、少しだけね、ちょっと右寄りなんですね。こちら寄りなんです。ライト、トゥザライト、オッケー。Not just on the flat. This is a chromatic theory, and natural harmonic theory. So this is a reason.ですね、この1ミリずれるっていうのはですね、この平均率と純正長の問題があって1ミリずれるんですね。儲かったと思う方は内緒なわけですはい、ラインシャープさん、ありがとうございます。ちゃんと有効活用させていただいてますので。 You found it? Found it? Very goodFourth fret, just on the fret, maybe. A little left. Fourth fret harmonic. For example,昨日もね、このハーモニクスの理論についてはちょっと説明したんですけれども、8度上のハーモニクスはポイアンドは使えませんから音が小さくなりますが、この通常のハーモニクスはポイアンドで近づけば弾けます。やっぱりね、かなり強く弾かないといけないです。ハーモニクスはね、ハーモニクスは弱く弾くと音が出にくいですから。ただね、一つだけ皆さんにアドバイスしておきます。ハーモニクスの音はこれね、発表会とかコンサートで弾く場合の皆さんのアドバイスですけど、ハーモニクスの音は小さいように皆さん思ってるでしょうけども、このハーモニクスの音っていうのは意外に通るんです。
ですから会場でそんなに大きな音で弾かなくてもハーモニクスの音は隅々まで、まあ一つだけ条件があります。一つだけね、あの楽器がやっぱり良くないといけないんですけど、皆さんのお持ちのギターがいいギターであればそれほど大きな音で弾かなくてもハーモニクスは十分届きますから、ハーモニクスの音はよく届くんですね。これ皆さんあのちょっとあの覚えておいた方がいいと思います。音が小さいので一生懸命弾いてしまうんですけど、まあただあのアポヤンドの方がいいですよ。で、昨日も説明したんですけれど、なぜハーモニクスがこれ出るかというと、これは倍音という仕組みがあるんですね。それで、共鳴現象というのを起こして、ちょうど12フレットのちょうど真ん中ですね、この弦長のちょうど2分の1のところでこの共鳴現象が起こってハーモニクスが出るということです。これですね。でちょうどフレットの真上のところを軽く触って音を出すということです。Just above the fret. Just above the fret. でこれはまあ2分の1ですね。ここはまあ2分の1の弦長の The length of the string、half length、ちょうど2分の1のところですね。で次に3分の1のところですね。これがまあ7フレットのところなんですね。でこの19フレットも3分の1のところです。これちょうど3分の1のところです。で4分の1は今度は5フレットのところで、12フレットも4分の1なんですけど、ここは先ほどの2分の1の音の方が勝ってしまうので2分の1になるんですけど、ここに4分の1も入ってるんですね。であとは、24フレット24フレットはないですから、ここから数えてここが19フレットだとすると、19、20、21、22、23、24ぐらい、このあたりぐらいですね。これとこれと同じ音の高さで、でこれが4分の1で、5分の1がここです。ちょうど4フレットのところで、5分の1、6分の1、4分の1、4分の1、5分の1、6分の1、7分の1、8分の1、9分の1、これは無限大に出るんです。これは無限大に出るんですけれど、まあ、楽器のこうその制約というんですか、楽器の構造上、ハーモニクスの音はいいですよ。だから例えばね、この弦長が100メートルのね、巨大なギターを作ったら、あの弦長が100メートルの巨大なギターを作ったら、多分あのもう何分の1、もう何十分の1でも出るはずですね。これがまああの倍音の仕組みなんですね。まあこのハーモニクス、あの一生懸命頑張ってね習得してほしいですけど、で、ハーモニクスには2種類あって、このアーティフィシャルハーモニクと、それから、ごめんなさい、今言ってるのはナチュラルハーモニクスね、ナチュラルハーモニクと、それからもう一つがアーティフィシャルハーモニク、で2種類 there are two pieces、 2種類あるんですね。はい、リンゴさんいらっしゃい。ということですね。で、まあ今あの説明しているのはナチュラルハーモニクスで、これがまあアーティフィシャル、昨日もねアーティフィシャル、人工ハーモニクスのことについて説明してくださいというのがあったんですけど、アーティフィシャルの場合はこの右手一つでやってしまうんですね。ですから例えば先ほどの、あの先ほど私があの作ったですね、あのチャイムのハーモニクスの練習を例えば右手で一つやるとこうなるんですね。
今これはあの右手だけでやったんですけども、こういうこともできるんですね。で、例えばここを押さえておいて、例えばこういうことができるんですね。こういうことができるんですね。まあこれはあのこのあとね、アーティフィシャルハーモニクスの方に入ると、そうオルゴールのような感じでしょ。アーティフィシャルハーモニクスはまた別の機会にね説明しましょう。それで今日は昨日と同じように連続してこのことをね説明しましょうね。この昨日のこのハーモニクスの昨日の曲練習しました皆さん。こんな感じですね。昨日のあの教材だったんですよ。あのね、やっぱりポイントゆいさんね、ちゃんとやっぱりツボを押さえてないとちゃんとね、だから1ミリでもわずかに1ミリでもずれてたら音が出ないから、だからこれはやっぱり長い間のそのなんていうか経験というかね、熟練した技を、まあ、身につけないといけないですよね。大体だから僕は噛んでいってるんですよ。この辺はねもう噛んでいってる。はい、こんにちは。やっていましたが、ところどころポッケポッケします。ポッケポッケしますか。はい、タコさんいらっしゃい。今来ました。しまったしまった。後で録画見てください。そう、ハーモニクスね、ハーモニクスです。まあね、このハーモニクスはなかなかこのネット上でね伝えるのは難しいですね。まあこれはまあ音色もそうですけどね。今日昼間練習しました。あ、そうですか。うん、まあ今日の僕のあの蛍の光が面白いですよ。あとまだね、もう一つ僕は作ってるんだけど、清子の夜もね、
清子のよりも、うん、ハーモニクスでできる。まあ清子のよりはね、一箇所かな、何箇所かちょっと人工ハーモニクス使わないとできないところがあるんですけど、まあこれもアップロードしとこうかな。まあこれから時期が時期だしね、清子の夜をあれでしょう、ハーモニクスで弾けれたらかっこいいもんね。それなりの演出にしてね、家族なりね、皆さんの親しい人たちが集まって、今日クリスマスパーティーするからね、皆さんで集まりましょうよって言って、でちょっとね、ハーモニクスでちょっと清子の夜やるからちょっと聞いてとかって言ってやればね、でろうそくでもね、ろうそくの元でみんなで集まってシーンとなって清子の夜とかできたらかっこいいじゃない、どう思います。もう和音のハーモニクスについてお話しされてしまいましたか。和音に関してというか、和音のハーモニクスね、重音ね、それはしてなかったかな。最後のところとかね、こういう全部の音全部ですね、こう、まあ、和音のハーモニクスになるとちょっと厳しいね。ピアノで全員音楽するときに鍵盤でなくピアノの蓋を開けてピアノの線を弾くような、これ斬新さか、斬新さにも聞こえます。全身さかな、斬新さというのかな、あれは。クリスマスの曲は喜びますね。うん、ギターぴったりですよ。ああ、持ちパンダさん、チャイム、まあチャイムでもいいじゃん。ね、別に。ね。僕ね、何回も、言ってるんですけど、現代って想像しいでしょ。何かにつけね、シーンとなって音を聞くということを、どちらかというと特に都会の人たちっていうのはちょっとそういうのを怖がってるとこありますよね。ミンスター K さん、今日は休みだったのでギター練習していました。イベントの余韻でできたらいいですね。あ、余興でね、うん、いいですね。僕はね、一つ思う、僕の持論なんだけども、私たちはね、耳を澄ますということを忘れてるんですよね。つまりどういうことかというと、まあ街へ出るともうどこでもね、音を強制的に聞かされるでしょ。レストランに行ってもスーパーに買い物に行ってもね、喫茶店に入ってももういつも音の洪水の中にいるから、いつも強制的に音楽を聴かされてる感じなんですよね。で、自然の中に入っていけば私たちは耳を澄ますようになるんですよ。その辺りに鳴いてる鳥とかね、虫の声とか川のせせらぎの音とか風の音とかね、そういうものを耳を澄ませて聞こうとするんですよ、自然の中に入ると。で、ギターっていうのは僕はそういう楽器だと思ってます。耳を澄ませて聞く楽器じゃないかなと思ってます。強制的に聞かせるが音じゃないんじゃないかなと。他の楽器ね、例えば、まあ、ピアノもそうですし、バイオリンもそうだし、みんな音が大きいでしょ。で、まあ、ギターだってエレキギターみたいにガンガンやっちゃうものもありますよね、うん、まあそういう音楽もあってもいいんだけど、僕はギターという楽器はそういう楽器じゃないと思ってて、もう数十人集まってちょっと聞いてって言って耳を澄ませてね、でポロンとやって、あ、ギターっていいねというようなものじゃないかなと僕は思ってて、実はだからこういう、なんていうかな、少人数の人の集まりの心の、なんていうかな、心を通い合うね、
そういうものが僕は大事じゃないかなと思いますけどね。アストレ最初の部分は簡単だけど後半難しい。はい。ハーモニクスだけで組み立てちゃうところが新鮮です。はい。音で言えば NHK のニュースの番組でアナウンサーが話す一発目には音が鳴るんですよね。 NHK はそうだっけ。なんかこうこれからニュースの時ビートが鳴るのかな。ものすごく不自然に私は思います。今のあれでしょ、環境でしょ。耳を澄ますというのが似合う楽器ですね。そうなの、ゆいさん、そういう楽器だと思う。だってね、僕はね思うんだけど、もうずっと太古の人間ね、まだ原始人の頃ね、その頃の人間ってみんな耳を澄ませてたはずなんだよね。それはなぜかというと命と直結してたから。耳を澄まさなければ生きていけれなかったというか、もしかしたら動物に襲われるかもしれないし、いつでも身の危険があったわけでしょう。だからおそらくいつでも耳は研ぎ澄ませて聞いてたはずなんですよね。それが私たちは少し当たり前のように音楽を聞いてるからそう思うんですね。なるほどね、ニュースね。多分だからそれは昔の習慣の残りじゃないの。そうですね、仲間さん、それ弾けたらいいね。以前アップしたか、清子の夜、記憶がない。水琴窟ね、うん、あれもなんか妙な響きですよね。音楽は人の気持ち揺さぶるね。
このギターです。あ、平田さんいらっしゃい。そうですよ。これはね、王子さんいらっしゃい。
イエペスもセコビアもかなり変えてます。原曲に忠実に弾いてるのはね、マヌエル・バルエコかな。多分マヌエル・バルエコが一番原曲に忠実じゃないかなと思いますけどね。だけどまあギターは必ずしも原曲に忠実がいいのかどうかっていうのはちょっと僕はクエスチョンですけどね。ただやっぱりバルエコが一番正統派であることは間違いないです。皆さんに質問らしいですよ。強すぎた方、始めた方のアドバイスが、thank you.
久しぶりに弾きました。これ前奏曲1番、もう長いこと弾いてなかった。本当にどのぐらいかな、数ヶ月ぶりぐらいかな。先生の左手が治ったようなので安心しました。なさってください。ありがとうございます。まあなんとかね、なんとか痛みはでもまだ完全じゃないですけどね。ずいぶんコメントが飛びました、すいません。上田さんのね、還暦から始めた方へのアドバイスっていうのは非常に難しいですけどね。還暦を過ぎてからギターを始める、やっぱり正攻法で行ってほしいですね。何歳になっても、まあ僕のアドバイスは、まあ、簡単に弾けますよという、こう例えばね、巷に溢れてます、すぐに弾けちゃいますよとか、1ヶ月すればすぐに弾けるとかね、そういうのもあるんだけど、もちろんそういう人はそれでそちらへ行けばいいと思うけど、僕は正攻法で来てほしいですね。何歳であろうとやっぱり高みを目指してやってほしいです。でやっぱり目標とするいい先生なり、僕かどうか分かりませんが、目標とするいい先生なり、いい環境づくりというかが必要じゃないかなと思います。人間的なそのつながりというんですか、僕はそれが大事だと思ってますけどね。まあそれぞれ習い方のスタンスがあるでしょうから、一概には言えないと思いますけど、より人間的に学んでいただきたいなというふうに思います。弦が切れる話かな。弦はね、切れます。で、切れるのは4弦か5弦ですね。一番切れるのは4弦ですね。で、その次が5弦。で、4弦か5弦が切れて、で、これね、その人の弾き方にもよると思いますけど、よく弾いてる人ね。逆に中村さんね、この間弦が切れたでしょ。あれってね、弾いてなかったも切れるんですよ。弦っていうのは面白いもので、やっぱりしょっちゅう弾いてないと切れるんですね。弾いてないと切れるんですよ。そういうのあります。あとね、まあ切れる場所によるんですけど、まず弦が切れたら皆さんね、その弦がどこで切れたかをまず確認してください。つまり弦が切れる理由があってですね、でも、もちろんその、劣化して切れるという場合もあるんですけど、ここのブリッジで切れるのかナットで切れるのかということです。でこのブリッジとナットがですね、非常に鋭利な状態になってるギターがあるんですね。ちょうど刃物のように、そういう風になってるギターは切れやすいです。ちょうどその鋭利なところと巻き弦のところのがちょうど隙間のところに入ってですね、ちょうどまあ、ナイフで切るような感じで切れてしまうことがあるんです。まあだいたい切れる原因としてはそのぐらいですかね。ナットの調整、ナットとブリッジの調整ができてない場合ですね。それが、そこの問題がない限りは、
もし引き続けた場合は、例えば私の場合この4弦ですね、がこの切れる兆候があります、切れる兆候がありますから。でまあ普通に弾いてても4弦だと、まあ僕はもう最近ね弦変えてないんですよ、ほとんど。だいたい半年ぐらいで切れますね、4弦はね、普通に弾いててもね。その次は5弦かな。で1弦と2弦と3弦はまず切れることはないです。ただ1弦に関してはフロロカーボン弦を使ってる人は稀に切れることがありますね。あのフロロカーボンっていうのはね、ささくれ立ってくるんですよね。そうするとあの割と切れることがあるんですけど、張力も強いですから。それ以外はまず切れることはないです。これもし切れたら、これはですね、超常現象だと思ってください。もし切れたらそれは霊現象です。切れることはありえません。特に2弦3弦は特にですね。ブリッジであのギター刃物のようになっています。あ、そうでしょね。そう、ミュウさん軽かしく始めてます。大変ですが楽しいです。うん、今のスタンスでいいと思います。ギター出しっぱなしね。あの基本的には自信がない限りはギターは出しっぱなしの方がいいんです。しまわない方がいいんです。やっぱり湿気るとかね、それから乾燥もありますしね。基本的にはギターはしまわない方がいいんですけどね。少し丸くヤスリをかけたと思います。そう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 。だってありえないですよ。でね、一人僕のギターの生徒で、あの3弦が切れたって言って持ってきた生徒がいたんですよ。3弦が切れたって言ってありえないでしょ。で絶対ありえないって僕はね言ったけど信じないんですよ。3弦切れたって言って、切れるわけない。だからそれはもう人為的なミスですよね。負けすぎて切ったとしか考えようがないです。まあ実際その兆候があったんですけどね、あのここのところがちょうど切れた場所がね。まあ切れるまでちょっと巻いてしまうとギター危ないですね。2弦3弦はギター本体が壊れる可能性があります。ポンさん猫、私はアコギやエレキを軽くかじっていたので先生のアルハンブラ手取り足取り講座から始めました。あ、ぜひあの有効に活用してください。カビが生える？カビというか、あのここのフレットのところはカビは生えないですけどね、あのこのところはなんていうのか、青サビっていうのかな、青サビができますよね。ここはね、緑青っていうのかな、あれ毒なんですけどね、ここが錆びてきちゃったりしますけどね。あとはまあ目標の曲を持ってくださいね。例えば還暦で始めた人でしたら、まず目標は目標に、まずこれを目標にしたらいいですよね。
これを思い入れたっぷり弾かないと、これあっさり弾いたんではダメですよ。まずはこれを目標にね、還暦で始めた人はこの曲を目標にしたらいいですよ。で、最終ゴールはこれね、これを最終ゴールにしたらいい。山のロザリーだよね、あれいい曲ですよね。中島さんね、いや中島さんはもう今のでいいと思いますよ。今の学習の仕方で、今のでいいと思います。あれね、近所八つ遊びね、あいなかが入ったやつね。あ、盗賊の歌ね。中島さんはね、オンラインなんですよ。本当に真面目な人。中島さんは本当に真面目な人で、きちっとやる人ね。で、必ずね、なんかきちっとやってるから、やっぱりね、リズムにちょっと問題があったんだけど、治りましたね。そうですよ。あ、ショピアニストさんいらっしゃい。禁じられた遊びの編曲版のタブ譜欲しいです。あれあるよっていうか、僕のにアップロードしてますよ。探してみてください。ウンサルドデスでマドリーマエストロウィビエンイワルメンテコモコモシタマドリーアセフリオノンジャTengo mucho memoria en Madrid. Yo estuve dos años en Madrid. El lugar, el sitio es cerca de Moncloa. Mucho antes, muy, muy, muy antes. Cuando yo tenía 22 años, 23 años,
Estuve en Madrid, cerca de Moncloa. 聞いていたように思うのですが、そう、ちょっと調べてみますけどね、ショピアニストさん、学校があったら送ってあげますよ。あの、メールください。メールわかるでしょ。ヌブラドイフリオ、アンケノムチョ、アシ。En Madrid hace frío en invierno. Pero me gusta estar ahí. Tiene mucha alegría, mucho disfruta la vida.Bueno, Japón es un país muy tranquilo, pero algo hace falta energía. Menos que España. 禁じれた遊びはメロディーをトレモロでも弾いていますが、アルペジのような、静寂さが、何?幻殺され、幻殺というんですか?これ難しいな。いや、禁じれた遊びはこれがいいでしょう。ね。トモチパンダさんがあげるって明日がありますのでお先に失礼します、トシさん。はい、もう皆さんそろそろ僕も寝ますよ。多分あのお餅パンダさんの5時でしょう、それね。Bien, mucho japonés a España siempre son bienvenidos. Un gran país, Japón. Gracias. Gracias. En todo el mundo distintos. Y tiene diferentes culturas. Cada país tiene algo especial.Y yo he sentido, aprendido la vida de España. Me gusta. 終わりにしましょうか。ね。あ、激しく同意の意味ね。あの、漢字で書けば分かったね。お餅パンダさんが、それ、ハゲ度は、あの、漢字で書けば分かったけど、ネット用語ですよ、ハゲ道は。お餅パンダさんは結構ね、あの、SNS ね、知ってるよね。結構、あの、SNS で飛び交ってる言葉っていうのは皆さんあんまり知らないかもしれない、高齢者の人は。たくさんあるんですよ。なんか訳がわからないような言葉ってたくさんありますからね。最近はもうよく使われるけど、ディスるっていうのもね、ディスるって分かります?皆さん。ディスるとかね、いろいろあるんだわ。沼とかね、沼とかっても言うんで、これもね、まあ、なんでこういう言葉が出てきたのかなと思うけどね。あの、笑うっていうのを草と書くんだよね。笑うのを草と書くし。私は76歳で初心者です。毎日ギターで愛のロマンスを青木先生の動画を見てお稽古しています。孫に聞かせたいと思って頑張っていますが難しいです。頑張ってください。通常はハゲ道と書きますがちょっと失礼なので。はい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 。OK。皆さん寝ましょう。Bueno。Es la muy tarde en Japón. Tenemos que dormir. Yo no quiero llevar todos audiencia sin dormir.
皆さんを、睡眠不足にね迎え入れてはいけませんので、終わりにしましょう。もうちょっとね、あと今日まあ監視音が残ってましたので、この監視音は練習してください。綺麗ですから、あのアップロードもしてますので、監視音、皆さん宿題ですよ。監視音宿題ですよ。いいですか、終わりにしましょう。ありがとうございました皆さん。またいつかやりますから、1週間以内にやるかもしれませんし。 Muchas gracias and thank you for listening. See you next time. 大志頃がね、そう終わりにしましょう。おやすみなさい皆さん。終了です。